最高の自分が見たくて、最高のあなたが見たくて勉強してる。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスター・オカッチです。ウキウキ。質問です。あなたは仕事や学校以外で毎日どれくらい勉強してますか？総務省の調査によると、日本の社会人の平均勉強時間、1日6分です。6分です。驚きました。びっくりしました。全然日本人勉強してないやんって。なんで勉強してないのか。簡単です。それは、勉強がクソおもんないから、つまらんから、学校おもんない、授業おもんない、勉強が嫌いやから、だから勉強してない。俺がそうやったから、だからわかる。でも今俺、1日平均24時間勉強してます。起きてる時はもちろん、寝てる時でさえ勉強している。勉強が楽しくて楽しくて仕方がない。勉強をやればやるほど、やりたいことが見つかって、その夢がたくさん叶った。なんで勉強が嫌いやった俺が勉強が好きになったのか。今日はその話です。勉強が嫌い、そして学校もない、本も読みたくない、そんなあなたがちょっとでも勉強が好きになって自分がやりたいことをどんどん叶える、そんな人生になったらええなと思ってマイクを持ってます。話します。小学校の時、俺は一生懸命勉強してた。その理由は勉強が嫌いやったから。勉強が嫌いやったから勉強してた。意味わからんよね。周りの大人が言うたんよ。大ちゃん、今一生懸命勉強して中学受験に合格したらもう受験はしなくていいし、勉強はしなくていい。やりたいことができるよ。そう言ったんよ。今勉強やったらもう勉強せんでいい。中学受験に合格したらもう受験なんかせんでいい。そう思ったから勉強したんよ。だって勉強嫌いやったから、もう勉強をやりたくない。勉強から解放されたかったから、だから勉強した。だから中学受験をした。一生懸命頑張ったよ。やりたいこと我慢して、遊ぶことを我慢して、毎日毎日勉強した。そして、合格しました。嬉しかったよ。成果が出たもん。そして宣言通り、勉強は一切しなくなりました。当たり前やんか。だって中学受験に合格するために勉強していた。そしていい大学に行くために勉強していた。中学受験に合格していい大学に行くのが決まった。もう勉強する理由なんかあらへん。ゼロです。ゼロです。ない。そうやろ。俺にとったら勉強なんてもんは楽しくなくて面白くなくて、やりたいことを我慢しなあかんようなもので、何かに合格するためにいやいや無理やりやる、それが勉強やった。俺にとっての社会人になっても同じよ。もちろんな、仕事の中での研修とかな、トレーニングは受けた。会社の中では勉強した。でも仕事が終わった休日勉強するわけないやん。バーベキューやったよ、合コンやったよ、飲み会やったよ、ダンスやったよ。だってそっちの方が100倍楽しいもん。なんで休みの日に嫌なことしなあかんの。せえへんやん。でもな、そんな勉強嫌いやった俺がちょっとずつ変わっていったんよ。きっかけはうつ病の専門の薬を売ることになって、今まではないろんな病気の薬を売っていた。でもある日うつ病の薬を販売する専門になったんよ。スペシャリストになったんよ。その日から精神科ドクターとかメンタルクリニックの先生にうつ病の薬の情報を提供する、そういう仕事を毎日やるようになった。こっちが言うだけじゃないよ。いろんな話を先生方からドクターから聞くんよ。うつ病の患者さんの苦しさ辛さ、それを聞かせてもらうんよ。そういうことをな、毎日毎日聞いてたらどうなるよ。なんとかしたいと思ったんよ。うつ病の患者さんを救いたいって。うつ病って本当に辛くて苦しい病気だから、その痛みを少しでも和らげてあげたいって、そういう気持ちが自然になポッ
っと湧いてきたんよ。そういう気持ちが出てきたらどうよ。じゃあどうやったらうつ病って治るんだろう、どうやったらうつ病の症状苦しさって治るんだって勉強するやろ、勉強する、学んだよ。もうなんていうかね、残業とか関係あらへん、休みの日とか仕事の時間とか関係ない、いつでも自分がやりたい時に勉強したよ、論文を読んだ、学会行った、セミナー行った、いろんな先生方から学んだな。そういうことをやってて最初は空回りやった、でも楽しかったよ、自分がどうしても解決したいことが見つかったから、でそれ自分がやりたいことを学んでたから楽しかったよ。じゃあな、少しずつな嬉しい声をもらえるようになって、岡崎くんが言ってくれたお薬を使ったら患者さんが眠れるようになったよって、仕事に行けなかった人が会社に行けるようになったよって、孫の散歩を楽しめるようになった、奥さんと映画に行けるようになったよって、そういう嬉しい声がいろいろと僕のところに届くようになってきたんよ。こんなんなかったよ、自分が勉強したことを社会で役に立つって経験なかったよ、国語使ったことない、歴史使ったことない、因数分解使ったことない、何のために勉強してたかわからん。でも俺は今回自分で学ぶって決めてうつ病のこと学んだ、それで自分が勉強したことを提供した、でそれが役に立ったんよ、それが素直に嬉しかったんよ、分かりやすいやろ、嬉しかったよ。だからどんどん勉強しようと思った、もっともっとうつ病のことを知ろう、うつ病の患者さんのことを知ろう、そしてうつ病の患者さん、苦しい患者さんの痛みを和らげようって、もう勉強して勉強して勉強した、深掘りして深掘りして、掘って掘って掘って、そういうことやってったよ。時間なんか関係なかった、勉強が楽しくて仕方なかった。でな、そうやって勉強して勉強していったら自分がやりたいことが見つかって、うつ病っていうのは治すことも大事、でもならないようにすることってもっと大事なんじゃないか。だってあれだけ苦しい病気やん、辛い病気やん、あれは治すことも大事やね。今痛いって言ってんの、その痛みを取り除くことは大事やけど、そもそもならないようにすることってもっと大事なんちゃうかって、そこで気づいたんよ。うつ病を予防したい、うつ病にならないようにしたい、うつ病を予防したい、俺はうつ病を予防するんだって、ここができたここできたよ。自分のゴールというかミッションというか、どうしても解決したい、ここ上のゴールが見えたんよな。でそこをどうしてもやりたい、こっちがワクワクする、だから今やってるこの勉強楽しいなと思って、もっともっと勉強したよ。どうやったらうつ病って予防できるんだろう、どうやったらうつ病にならないような力を育めるんだろうって、そうやって勉強していったら見えてきた。教育やって、社会に出る前に社会のリハーサルを学校でやって、社会で生き抜く力を鍛えていれば、どの会社でもどこに行っても自分の力を発揮できるんじゃないかって、うつ病に苦しむことはないんじゃないかって、教育やって思ったんよ。じゃあ教育、どんな教育がいいんやろって、また勉強して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 たら、やっぱりスポーツやなって思ったんよ。スポーツっていうのは頭だけじゃなくて、体だけじゃなくて、社会性とかコミュニケーションとかモラルとか、いろんな力を育めるって思った。だから俺はスポーツ教育を学びたいと思ったんよ。会社辞めたよ。そしてアメリカの大学に行った飛行機で。そしてそこでスポーツ心理学を学んだ。勉強した。2年半、いろんなことを体験し、いろんな教授から学んで、勉強して、そしてここに帰ってきて、ライフスキルの学校を作った。今な、学校を作ったよ。今、おかちは先生として教えてる。でも、今でも毎日勉強してる。それは何でか、ここがあるからよ。勉強する目的、ここの勉強する理由っていうのがはっきりとあるから、自分がやりたいここがあるからなんよ。でここに行くためにやらないといけないことっていうのを自分で選んでるから、何を勉強するか自分で選んでるから、当たり前やん。大好きなことを大好きなだけ勉強するイコール楽しい、楽しいに決まってるやん。だから今やからわかるね、俺はバカでした、バカでした。だって何のために勉強するのかって考えたこともなかったから。いい大学に行く、いい大学に行って、その先何があるの、考えたことなかったよ。いい点数を取る、いい点数取ってどうなるの、
ここ何も見えなかったよ、見ようとしなかったよ、ここで考えようとしなかったよ。そんな勉強が楽しいはずないやん。自分で選んでない、自分で決めてない、与えられるものを無理やりいやいややりながらやる勉強、そんなものが楽しいわけないやん。だからあなたに伝えたい。何のために勉強するのか、それを自分の頭で考える。勉強したその先、その先のここや、ここをイメージするんよ。ここに何があるんですか、ここを想像するんよ。これや。いい大学に行く、いいよ。お医者さんになりたい、分かった。弁護士になる、いいやん、それでいいよ。じゃあいい大学に行って何があるの、お医者さんになって弁護士になって、その後に何がしたいんよ。そこがゴールじゃないね、そこから何がしたいんよ。そこを想像する、そこをイメージするんよ。俺はそうや、俺言うたやん、俺がなんで勉強してるのか、それは生きる力を育む教育、それをしっかりと学んで、一人一人誰もがうつ病で悩むことなくて、自分らしく自分の力を発揮できる、そういう世界を作りたいから、だから勉強してる。いや違う、いやもっとある、もっと正直に言います、正直に言います。なんで勉強してるか、それは最高の自分を表現したいからよ。ありのままの自分を表現したいから。そして自分がやりたいこといっぱいある、やりたいことを全部叶えたいからやね。だから勉強してる。最高の自分が見たくて、最高のあなたが見たくて勉強してる。じゃああなたは何のために今その勉強をやっていますか。そして今やってるそれは自分が選んだことですか。もしこの質問に答えられへんのやったら、そんな勉強やめた方がええんちゃう。まあ今は楽しくて、今ワクワクする、勉強することが楽しい、それやったら続けてもいい。でもやりたくない、面白くない、楽しくない、無理やりやってる、じゃんでこれやらなあかんねん、そう思いながらやってることなんやったら、やる意味ってありますか。どんどん学ぶことが、勉強することが嫌いになる、そうやろ。全部学べって無理よ、全部好きになれって無理よ。国語は嫌いやった、英語嫌いやった、算数嫌い、社会嫌いやった、でもダンスが好き、バスケが好き、将棋が好き、そして人に教えるのが好き、心理学、心の勉強が好き、やったんよ。わかる？今俺は勉強することは楽しい、でもやりたくないことは勉強してない、嫌いなことは勉強してない。自分がやりたいこと、自分が学びたいこと、自分が大好きなことを勉強してる。だからあなたも何を勉強するのかっていうのはあなたが選ぶ。他の誰でもないよ、あなたが責任持って選ぶんよ。もちろんやらなあかん宿題とか、やらなあかん仕事とかある、それは最低限やるな、それはええやん。でも残りの時間はよ、自分が何を学ぶか、何を勉強するかは自分で選ぶ。そうやろ。あなたが大好きなことを見つけて、それを学べば学ぶほどあなたが最高のあなたになる。俺はあなたが大好きなことを見つけて、大好きなことを学びまくって、そしてその大好きなことをたくさん叶えていく、そんな姿を、そんな人生を本当に、いや心の底から応援してます。はい、そんな感じですね。僕教育やってます。で毎日子供たちと向き合って、これまで1万人以上の子供に教育を提供してきました。でも勉強が好きとか宿題やんの楽しいって言った子供に会ったことありません。それはなぜか、自分で何をやるのかを選んでないから、
そしてそのやった先に何があるのか、何のために勉強するのかっていうその理由を持っていないから、そういうふうに思っています。だから子供のあなた、大人であるあなた、もう子供大人関係ない、何のために勉強するのか、その理由をしっかり持って、そして何を学ぶのかをしっかり自分で選ぶ。そうすれば学ぶことが好きになり、やりたいことが見つかり、そして自分らしい人生を歩めるんじゃないかなって思ってます。少しでも元気が出た、ためになったなっていう方がいたら、高評価ボタンを押してくれたら本当に嬉しいです。このチャンネルではとにかくあなたの生きる力が湧いてくる動画を配信してます。よければチャンネル登録してくれたらめちゃくちゃ嬉しい。あとコメントもお願いします。そして一つ告知をさせてください。2020年9月中旬に子供の生まれ持った才能や魅力を発掘する天才性プロジェクトと呼ばれるアウトプット型のオンラインスクールをリリースします。興味がある方は概要欄の SNS をフォローしてもらえれば最新の情報をゲットできますのでお願いします。はい、ということで、ワンダフルな一日を。さよなら。学ぶぞ、今日も学ぶぞ。